はい、どうも、こんにちは、こんばんは、おはようございます。 SK コーポレーションです。ですね、皆さんにちょっと質問したいことがありますと、ね、あんまり見てもらえてるかわかんないんだけど、もし見た人はお願いします。その質問っていうのが、宇宙人を信じますか？これ一つ、まず一つと、あと YouTube を出すときに僕普通のアカウントの名前が出ちゃうんですよ。それでなんかその YouTube での名前みたいなやつを変えたいんですよ。 YouTube での名前を変えたいんで、その変え方っていうのを教えてください。でなんでいきなり宇宙人信じるか信じないか聞くかっていうと、今このテレビで、今古代宇宙人っていうなんかやつ見てんのよ。それでなんかちょっと気になってたんですね。で俺が知ってる一説でいくと、宇宙人って未来人みたいな、人間の何百万年後が宇宙人だよみたいなのを知ってます。なんか顎を使わなくなって顎がちっちゃくなって、人間というものは頭を使うんで頭が大きくなって、目も使うので目が大きくなると、その宇宙人の顔が浮かび上がるでしょっていうのをやりすぎ工事の都市伝説で見ました。そこで皆さん信じるか信じないか教えてください。お願いします。じゃあ